はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ドラクエモンスターズ3、竜神殿中級からやっていきたいと思います。でまずはストーンゴーレムをとっ捕まえたい。流しれ渡ってはないんだけど、どれくらい行くかな。ちょっとガチで、あ、ガチで行こうって言ってもさ、メタルライダーとなんだっけあいつスライムがまだレベル1だ。ちょっとレベル上げないとさすがに通らないよな。ボーンナイトも普通に欲しいよな。そしてやはりキラーマシンは強い。ギガブレイク普通に使うんかい。98ってどうなの、ギガブレイクで。レベル10にはなったか。でメタルライダー結局ジャスティスがあるけど、バイキルトは覚えさせたいよね。よし、ここまでやっとこう。マジックパワー8も欲しいよな。とりあえずレベルを20くらいまで上げました。で万全の体勢でいこう。バイキルトキラーマシーンにかけるでしょ。でジョーカーはまあどうしようかな。減らすは減らしときたいよね。ヒットポイント動く石像で攻撃で、キラーマシーンちょっと動くと怖いから、ここで一回やってみるか。てかストーンマンってなんか L サイズが多いんだよね。こいつも L だけど、あ、勝手に攻撃2回するんだ。でも結構ヒットポイントも高いからまだ大丈夫なはず。でマジックパワーはだいぶ減らしちゃったけど、バイキルトを動く石像にかけるでしょ。で動く石像は殴っちゃっていいや。キラーマシンは相変わらず防御で、そっからルカニオンもかけるか。ここでいこう。よし、守備力検証。グッ、何なの、巣から使われて。まあまあまあしょうがない。で結局今防御力は増えてんの減ってんの、なんか変わってなさそうだな。肉あげるか。骨付きが1個あるんだよな。よし、これでいこう。食わせて、まあ1個だけどね。50%近くはある。よっしゃー、共に行くぞ。オーケーオーケー、ストーンマン。でこいつはどうしようかな。まあレベルは33で高いからね、そのまま牧場で置いとくか。でストーンマンも必要なんだけど、結局このシーゴーレムってやつも必要で、こいつ作るのに物質のランク D が必要なんですよね。でキラーマシンはさすがにもったいないんで、とっ捕まえてきたストーンマンを使ってこのシーゴーレムを作り出しますか。今ちょっとこのナスビちゃんと掛け合わせてるけど、他に作れるやつがいたらそいつがいい気がするけど、ダンジョンエビはまあまあまあもったいないから、まあ、そう考えるとこのナスビかメランザーナだけど、でシーゴレムにしましょう。まあスキルは何でもいいっちゃ何でもいい気がするけど、ガーディアンってどうなの。だったらなんかもう火力に寄せたいな。攻撃力アップ1を鍛え上げちゃおう。で聖剣好き結構持ってるやつ多いよな。まあ石頭と、じゃあせっかくだからガーディアンでいっか。配合でシーゴーレムが出来上がって、こいつ L サイズか、どうだ、 L サイズか。ゴールデンゴーレムとかなんかどういうのが出来上がるんだ。2枠使うな。ちょっとこいつ連れてってレベル上げしましょう。今だ。よし、もう1体ストーンマンゲット。じゃあくっつけていきましょう。あれ4体配合って生まれてくる子供は別に何でもいいんだよね。ちょっと氷岩魔人とシーゴーレムで S サイズになるけど、どっちがいいかな。なんかどっちでも良さそうだけど、ちょっとシーゴーレムにしておく。で
吹雪をマックスまで上げたから標国を覚えたいのと、あと攻撃力アップ2、あと1個どうする。別に吹雪はいらないからな、ガーディアンにしとくか。どうせ結局ゴールデンゴーレム3つしか取れないから。え、じゃあどれにするんだ。攻撃力アップに氷国と、あともう一個のなんだ、あの溶岩魔人の方も鍛えたから煉獄にできるんじゃないか。煉獄っていいんだっけ。でこいつはまたくっつけてストーンマンにしとこう。ん、待って待って、どっちが伸びるかだよな。マジックパワー伸びてほしいんだけど、バランス的にはなんか溶岩魔人の方が良さそうだな。こっちにしよう。で、そう、煉獄じゃなくて極炎か。極炎の、で、こいつは極炎さえ鍛えればなんとかなるから、まあ、火炎つけとくか。で、攻撃力アップはさすがにいらないからな、石頭。これ、氷国と極炎で、なんか、上位のものになってくれればいいんだけど、スキルポイントめっちゃ必要だな。こっちはなんとかなる。攻撃力アップ2がないから。でも攻撃力アップ2はじゃあそのまま2のまま受け継がせようかな。3にしたかったんだよね。2をこの段階でマスターしてゴールデンゴーレムになるときには3になってるっていうのが理想。ただまあこの状態で、ちょっと待ってね、あのもう全員 S クラスになったから大きさが。この2人はだからスタンバイに置いて、レベルを上げていこう。一旦動く石像とメタルライダーと交換で、あと2匹は適当に連れていくか。で流神殿の世界をクリアしたあたりでどうなってるかだよね。まあ、流神殿の世界をクリアすると同時にこの2人のレベルを上げていく。で、ゴールデンゴーレムを作り出すという方向でいきましょう。さあ、君が死ぬまで5、4、3、2、1、ショータイム。まあまあ、めんどくさいダンジョンだったな、ここは。いきなりバイキルト、ありがたい。死神がお供にいるね。動く石像はそもそも攻撃力アップしかスキル持ってないからひたすら攻撃をする。で、メタルライダーどうしよう。バイキルトだな、キラーマシーン。で、キラーマシーンはギガブレイクはちょっとさすがにもったいないんで、あ、サミナレギリって5で使えるんだ。コスパはいいな。まあ、右に行くほどダメージは下がるけどコスパいいからこれにしよう。で、ジョーカーは吸っとくか。オッケー、いけ。ドルモア結構食らう。あ、勝手にギガブレーキ使った。せっかくマジックパワーを温存したというのに2回行動で勝手にやりだした。バイキルトが入ってからねやりたかったんだよね。ちなみにメタルライダーもギガブレイクは覚えてる。混乱攻撃、あぶね。で、一応メタルライダーがデフォイムを使えるから、まあ、回復はしておくか。キラマシーン、サミナレ。で、ジョーカーは何が効くかな。まあ、光にしとくか。で、動く石像は攻撃。ザラキ、誰も知らない。危ねえ。強。回復役もこなせるからな。てかメラとか。いや、普通に攻撃しろよ。じゃあ、楽勝だな。いや、今、オーバースペックか、うちのパーティー。そんなって感じなんだけどな。なんか、すごい経験値を貯めてきたとか、そういう印象は全くないからね。あの方の計画は、よし、ここもまた仲間にしたいのが結構いるからね。おお、ドラゴスライムの青バージョンがいる。こいつなんとなく欲しい。スライムブレス、
ちょっと準備しよう。まず動く石像でちょっとダメージ与える。メタルライダーはバイキルトでキラーマシン、キラーマシンは防御で、ジョーカーは激しい炎くらい打っとくか。で道具でルカニオンで下げておくか。よし下がった。さすがに大丈夫だよ。効かん効かん、強っ100超えるのか。ただこれでスカウトアタックの前にちょっと肉燻製だな、いっぱいあるし、これでスカットしよう。さあ食え食え。おめっちゃめっちゃ上がるわよし、スライムブレス。そしてまた変なスライムがいる。コンペイトー、なんかスタースライムとかそういう名前かなって思ったら全然違った。バイキルトはキラーマシーンにかけて、でキラーマシーンはちょっと周りを排除したいな。ブレスで、ジョーカーは炎を打って、石像はちょっとブレスを排除しておくか。 OK、ここが節約、節約スカウトでいこう。ギガブレイク、全く節約じゃないな。あぶね、コンペイトを殺してしまうとこだった。殺してしまった。今だ。よーし、コンペイトーちゃん、上に星があるのは混乱してるから。なんかもらった。え、ちょっと英雄のマント見てみようって思ったらさ、イベントで手に入れた、これなんていうの、数珠玉のポップンロット、経験値アップしよう、ゴールドアップしよう、アイテムパーセンテージアップしようって、これ絶対装備した方がいいじゃん。で英雄のマントはヒットポイント、攻撃力、守備力か。ヒットポイントの上がりが結構いいな。まあ何も装備してないからね。英雄マントどうしようかな。メタルライダーっていうかキラーマシーンに装備させたいんだけどな。キラーマシーン、いや違う、いいんだいいんだ、別に意味ないかな。これ自体装備するのはジョーカーだな。ジョーカーにポップンロードを装備させて、でメタルライダーに、じゃあ英雄マントつけますか。ヒットポイントちょっと少なめだしね。よし OK。 今だ。よーし、サイクロプス。さあではうちのスライムジョーカーちゃんをキングジョーカーにしましょう。ランクは B ですね。でブレスマスターはそのまま引き継がせて、あとはマジックポイントアップ一応つけとこう。カオスって何？あベホマラーあるじゃん。最後ギラグレードになる、これも覚えとこう。よし OK。でブレスマスターはもう両方覚えてるからいきなりマックスなんだよね。キングジョーカー、じゃあ覇王城の中級いきますか。僕は龍の、実は最近この辺りに邪悪な竜が現れたんだ。ネグルっていう次元を超える竜だ。この楽園は僕の愛する場所なんだ。だから一緒に
邪悪な竜から守ってほしい。あれが次元竜ネグルだ。奴は術にかかって眠っている。倒すなら今のうちだよ。私はそこにいる男の野望を止めに来た。なんか普通にリュノと戦うことになったんだけど、まあいい、ボッコボッコにしてやるぜ。バイキルトのキラーマシンで溶岩魔人、ちょっとスキルポイント貯めたくて、ゴールデンゴーレムに引き継ぐスキルが欲しくてちょっと入れてます。まあただね、あの極限があるんでメラゾーマ使っていこう。でキングジョーカーはまあ捨て込んでおくか。100くらいか。続きの前どっかで会心の一撃が出たな。それとも全体的な会心の一撃か、なんかわかんないな。ギガブレイク、メラゾーマ108。あんまり強くない、思ってたよりは強くないな。特約層でも使ってあげるか。であとはもうお任せします皆様に。あ、メラゾーマ使ってきた。結構効く。輝く息500とかめちゃ強い。キラーマシン253、2回で500超えたな。ヒットポイントそこそこある。これを。サンドブレス、あ、バイキュート使ってきた。いくつ食らう。100か。いや、キラーマシンが2回攻撃してくれるかどうかでだいぶ違うな。まだいける。基本的にボスは強くないからね。8800。溶岩町にスキルポイント欲しい。無理か、もう1レベル上げなきゃダメかな。そうで、要はこの極円を取得させたい。でこれちょっととりあえず振って、あと10だからね。まあ種があるっちゃあるんだけど、まあもう1回スキルポイントもらって9とかだったら種で保管していこうと思います。あ、ちょっと待って。これで知れ渡るんだ。さあゴールデンゴーレムを作りましょう。で溶岩魔人のスキルはもうめんどくさいからスキルの種使っちゃいました。でグランドブレス ASP、 王道は、あ、ジゴスパークギガスラッシュ結構いいの多いな。まあ、ザオラルまでか。でベホイミもベホイミまで。なるほど、まあ覚えておくか。でグランドブレス ASP で、そう攻撃力アップはね3にしたかったけど、ちょっとそこまではなかったから、まあ2つけておきますか。ゴールデンゴーレム完成。エンドールの B クラスいけんじゃね。いっちゃおう。お、コンペイトーちゃんがいるじゃん。ケセランパサランって何？え、何やってきてた？け、メタパーニャとかうぜえ。あぶね。2回攻撃してくれ。痛い。1回か。灼熱。強。ギガブレイク。あ、結構強いと思ったら悪あがきしてた。ダブルギガブレイク。何コンペイトーやるじゃないか。しかし叩きつつ、こいつも刃のボディかよ。それでは続いて第2試合ゴーファイ。いや、なかなかに強そうだな。でも S クラス3体か。ナメプしてるな。てか相手の方が早い。これでダブルギガブレイクシステムが使えれば、おお、いいね。だいぶダメージ稼げるからね。そして灼熱、もうパターンだな。それではラスト第3試合ゴーファイ。ウィングタイガー、ズシオマル、バッファロン、ワニバーン、なかなかモンスター、てか欲しい。不
普通にギガブレイク、もう一丁来た。一応キラーマシーンもギガブレイク使えるからね。第一弾使ってるけど。で輝く息終わり。幸運の印って何？これエクサの B もいけんじゃね？やっちゃおう。これでは大そっかこいつらだったか。闇の息で、まあまあまあこっちだって強くなった。これはねダメージにならないからね。ギガブレイク、花のギガブレイク、巻き攻撃大丈夫。キラマシンもギガブレイク、いや強いな。一戦目でこれか、まあ、やばって感じはないけど、二戦目三戦目を考えるとちょっときつそうだな。それでは第二試合やっちまう。お、なんかフレイムの闇バージョンみたいなのがいる。ギャスモン、だ基本も敵の方が早いな。バギクロス、やべ超食らった。これ耐性ちょっとないと落ちる可能性があるかな。敵の攻撃で先にもう火力だな、完全に火力全振り。動く石像は何の特技もないから、火力に振ってあるやつを入れた方が良かったかもね。ゴールデンゴーレムとか鍛えてゴールデンゴーレムを入れた方が良かったかもしれん。あ、プリンみたいなのがいる。スライムプディング、ジバリーナ。これって次のターンとかだよね。いけー、最悪だ。ギガブレイク要因が混乱した。ただキラーマシーン2回攻撃いけないか。まだ息吐けるかな。いった。でも動く石像はさすがに硬いな。みんな瀕死だ。よし、ダブルギガブレイク。ってか2回行動かなり確率高いな。キラーマシーン全然2回行動してくんないのに。あ、してくれた。あと息吐いて終わりでしょう。うん、なかなかいい戦いだった。修練の印、幸運の印はアイテムアップ中で、修練の印は経験アップ中。これいいな、まあ、アイテムはいいとして別に経験値アップはいいな。あれ、これポップロットでさ経験値アップ賞があるけどどうなんだこれ。ちょっとこいつ入れたいからゴールデンゴーレムに染めさせよう。で、動く石像ちょっと一回外そう。あ、スタンバイに持ってきます。よし、ちょっとこれでゴールデンゴーレムを鍛えっと。では、とうとう、キラーマシーンをキラーマシーン2にしましょう。キラーマシーンとキラージャック。で、剣闘士はまず絶対必要。で、攻撃力アップ4もね、ちょっと作ったんだよね。あと一つをどうするか。剣術はいらないな。なんかダンサーもなんだかんだっていらなかったわ。マッドキラー爆裂剣があるな。剣の前とか30でもらえるし、攻撃力36までいくか。グランドクロスとかはいらないよね。じゃあマッドキラーにしよう。この3つで作ります。キラーマシーン、あとわかんない、切り裂きピエロの上位バージョンみたいなやつで、キラーマシーン2完成。そしてもう一体はスライムジェネラル。こいつはメタルライダーとモリモリベスの特殊配合、まあ、通常の配合でも作れるけどここら辺使うのもったいないから特殊配合でいきます。で、引き継ぐのは、あ、ジェネラルとかなんだ。で、電撃の極意もね一応もらったんだよな、取ったんだけど結局ジェネラルで自己電位あるじゃねえかよ。なんかあんまり意味なかったな。まあ、ギガネインがあるっちゃあるけど、ジャスティスはでもベホマラあるから欲しいよな。ギガブレイクもあるし、
じゃあ火の心、あれ火の心って何で持ってんだ。まあいいか、火炎、火の心と火炎の違いがよくわからん。心が極意になるんだよね。だから電撃の心を極めたから電撃の極意になったんだけど、マジックパー16と24があるな。でマジックパー32があるな。ジェネラの方が全然いいわ。じゃあまあまたマジックパー1でもつけとくか。 OK。 なんか継承先スキルをちょっと失敗したな。スライムジェネラル。それでは最悪の魔球、多分中層になるかな、いけるようになったんでこちらへ行きましょう。あれそのまま始まった。アイアンメイデン的なやつがいる。中層ウスターク。あれなんか封印されてんのか、他にもいるの。あれは地獄の三神の御霊。外の世界では地獄の帝王エスタークとも呼ばれていますね。我が名は海竜ニシル。地獄の帝王の復活を阻止せんとする者。あれスカイドラゴンも取り巻きにいるな。でスライムジェネラルが売春を覚えたんだよね。これをかけて息を吸い込んで、キラーマシン2はどうしようかな。サミダリ切りでいいや。ギガブレイクはねちょっとスキルポイントの関係で覚えてないんだよね。でジゴスパーク使ってみるか。これでいこう。サミダリ切り攻撃力がめちゃくちゃ高いからね。流星、あやばい、ただレベルがちょっと低いからまずい。ジゴスパーク、なんか思ってたより強くはない。世界樹の葉とかあったっけ。ない。蘇らせられるのってザオラでしかないんだよな。まあ一応やっとくか。取り巻きがちょっと邪魔だな。キングジョーカーもな。闇の光、闇の息か。これでどうだ。取り巻きもなかなか強いぞ。ダブルサメだね。よし、痛いです。光の息、ここでいやめちゃくちゃ食らうわ。ザオラル生き返らない、悲しすぎる。でここはちょっと回復優先だな。2人になっちゃったよ。サンドブレス、こいつのブレスがあればなんとかなるでしょ。ギガスラッシュ、あギガスラッシュか、ギガブレイクじゃなかった。で世界中の雫なくなっちゃったよ。アモールの水でコツコツ回復していくか。闇の息、いた、あ死ぬかもしんねえ。根荷物タイプ休み、いやすごっ。俺は根に持っている。てかさ、入れ替えスタンバイモンスターがマジうんこなんだよな。そこら辺で仲間にしたやつしかいないから、いないよりはマシか。出しとこう。いやまさかこいつとかやられるとは思ってなかったからね。で回復させて、じゃあゴールデンゴーレムは、あダメだ、もうマジックパーねえや。135か。こいつはこれっていくつだったの。20とか50くらいにはなるか。でじゃあ賢者の聖水を使ってあげよう。でギガスラッシュ、光の息、やられそう。やられた。ゴールデンゴーレムやっぱかってえな。このまま押すか。ギガデインゼロ、
デバフがかかってるからな、今のうちになんとかしておきたい。倒した、満身創痍だ。13000、結局生きてんのこいつしかいないから。経験値はこの何人いても変わんないんだよね、だから人数は入れてた方がいい。じゃあなんやかんやあって上級に行けるようになったので、煉獄峠と甘味楼、流神殿はまだか。で鉄鋼砦も行ける。あ、最悪の魔球もいけんじゃん。ランク的にはこことここがちょっと少なくて、こことここが多めか、というような感じで、じゃあ次回は、上級からやっていきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価していただければ幸いです。